おはようございます石橋貴昭です今週も始まりましたゲットステム今週は先週に引き続きニューヨークメッツの千賀投手とともにお送りしたいと思いますまた今週もお化けフォークの秘密お願いしますよろしくお願いします <laughs> いやまあいろいろメジャーで戸惑ったこともあったと思いますが一番投げてて こりゃごついなってバッター誰でしたバッターですか、ええ、バッター正直ほぼほぼみんな嫌でした本当に固定とかなかったですね本当に一番から九番まで、ええ、日本と違うの1番から九番までみんな強い当たり狙ってるんで、うん、誰でもホームラン入るんで、うん もうみんな嫌だなって思ってなんか波を作らないようにしましたこいつはよ早くしようとか日本で結構やってたんですけど、うん、そういうのはやめて全員一定にし,してましたねもうみんな同じようなっていう意識は持とうとだから4番4番が9にいるみたいな感じなんで日本だと多分日本で4番打てるバッターが多分、うん、1>, 1番から9番までいるみたいなイメージなんで甘いとこ行ったら全員はい。 打てるところに投げちゃったら全員スタンド持っていかれるんでなんかもうやばいやばいと思って投げてる最初から一番から九番までもう全員やばいなと思って投げてるっていうじ,じゃあデーだからそこから自分でデータで、はい、あのクリアにしていってこいつはこういうふうにしていくっていうのを一番から9番までちゃんと作って臨むみたいな感じでしたね。はい <music>